どうもこんにちは、エリナでございます。今日はですね、ユニクロでいろいろ買ってきたので購入品紹介したいと思います。8月のもう下旬になるんか、下旬って言ったら残暑になるのか、まあ、残暑とはいえ暑いんで、まあ見てください。じゃあはい、まず1点目、これランダムリブクルーネック T シャツ半袖でございます。やばくない？これ500円になってたんですけど、前の時何サイズ何にしたんか分からんけど、後で着てみますね。じゃん、黒の長めのロンティーっていうの、クルーネック T1 ピースブラックを買いました。いやいいでしょ。なんかね、なんか生地が何やろ、普通の T シャツや、T シャツじゃない感じで、サラサラしてる生地っていうんかな、なんでちょっと良さそうと思って、汗とかかいてもすぐ乾きそうやなと思って買ってみました。これも後で着てみましょう。で、はい、次がこれ、ハイライズスーパーワイドジーンズでございます。すごくない？これ安くなって990円になってたんですよ。本当は白が欲しくて見てたんですけど、なくって、サイズが、生地すごい、ジーンズって言われには薄めなので夏は全然履けそうですね。すごいワイドです。これも後で履いてみましょう。じゃん、プラダを着た悪魔の T シャツでございます。500円です。見たい見たいと思いながら見てないんですけど、可愛くないですか？うん、ちょっと気持ち袖長めよね。後で着てみます。はい、でラストになるんですけども、リネンブレンドオープンカラーシャツ半袖 XL サイズでございます。はい、私これのマスタードっていうのかな、黄色のやつも持っててすごい良かったんで買ってみました。まあ、サイズ XL しかなかったけど、こう羽織る感じで使えばいいかなと思って。これも990円、ちょっと安くしすぎじゃないですかね、ユニクロさん。じゃあ着ていってみましょうか。よろしくお願いします。はい、じゃあまず1点目、こちらです、シャツ。私ね、ちょっと肩幅があるから、あ、ちょっと M じゃなかったかな、私前のやつ L 買ってた。肩幅に合わせて前ちゃんと買ってるやん。アホ。ピタッとした感じ、リブって感じですね。あ、やっぱ、あ、ミスったな。自分がガタマのこと忘れてた。あ、ちなみにこの下のズボンもユニクロのやつです。カーブパンツってやつですね。はい、じゃあ2点目、こちらです。おお、いい感じ、丈がいいな、これわかる？私163.4センチあたりなんですけど、で、これ M サイズか、買って膝ちょっと上ぐらい、ほんまに膝ぐらいの長さです。出るよりズボーンって伸びる感じはないけど、しっかりしてる感じある。でも袖の長さがいいね、二の腕を隠してくれる。うん、あ、そう、水着っぽい感じする。でも水着ほど伸びないって感じ。あ、これいいぞ。シンプルが好きなんで嬉しいですね。これ痛い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 、ポキー言うた。じゃあ3着目履きました、こちらです。わかんねー。これです。痛い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 。うん、めっちゃ、私お腹ぽっこりやからあれやけど、いや、ちょっとほんまにお腹どないかする。ほんまにプーさんみたいな体験してて、だからプーさん好きとかではないんですけど。悲しい。はい、じゃあ4着目、こちらです。プラダの着た悪魔の T シャツですね。あ、タグついてる。ユニクロのね、こういうサイズタグ、タグシールかは、買ったらすぐに剥がしておくことをおすすめします。あんまり時間置きすぎると、取るときにすごい変な方がいたことがあるんで、買ったらもうすぐ剥がすぐらいでいた方がいいです。注意喚起。
こう出してても可愛いし、こうやってインしても着れる。可愛い。あ、いいよこれ。うん。ここだけどネカしないと。良いです。よし。はい、じゃあラストのシャツでございます。着やすい。タンクトップみたいなんで、ね、これ着てたらいいんじゃないですか？なんか違うかも。え、こうやって着るんじゃないかなと思ってるけど、違うかもしれん。ここがね、やっぱ V じゃないかも。ごめんなさい、もう色も多分白とかのがいいんですけど、これしかなかった。ちょっとあの、例が悪すぎるな。ちょっとだけ止めて、こう、肩落とした方がまだマシな気がするぞ。シャツは何にも悪くない。ということでした。あの、下のデニムとかは試着する方多いと思うんですけど、上も試着したいけど、夏のこの時期ってお店に行った時点でも汗かいてるから、すごいなんか試着するのも申し訳なくってできないんですよね。下あかんわけではないと思うんやけど。なんでまあ上の服はいつも結構大体で買ってますね。でも今日これこんだけ買って4,697円。安っ。え、5着買ったよな。ありがとうございます。マジでシンプルが好きな人間からしたら本当にユニクロありがとうって感じ。というわけでいかがだったでしょうか。今日はユニクロの購入品を紹介させていただきました。またちょっと暑いから半袖欲しいって人は今が狙い目だと思います。安くなってますかなり。それでは今日もご視聴ありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。バイバーイ。